私の名前はパニコ、24歳の会社員です。生まれ育ったこの町で両親と暮らしています。本当は祖父母も一緒に暮らしてるんですけど、今は二人で仲良く世界旅行中。先週はペルーのマチュピチュ観光、今週はイースター島でモアイ像を見るとか。もう1年以上いろんな国を旅しています。二人はいつも仲が良くて私の憧れの夫婦なんです。結婚して50年以上経つのに今でもお互いに愛し合ってるなんてロマンティックですよね。もちろん私の両親も仲はいいのですが、二人ともちょっと、いやーだいぶ、いえものすごく癖が強くて、どうやら二人とも若い時はブイブイ言わせていたらしいの。そんな私は小さい時から町中の人にあの二人の娘と言われ可愛がられて育ったんです。そして今両親は1ヶ月後に控えた町内会のお祭りの準備で大忙しの毎日を送っています。例年は祖父母が代表で仕切っていたのですが、今年からは代替わりして両親へその役目が回ってきたというわけ。いつもは冷静な母もさすがにテンパってるみたいです。お父さん、例のあれの準備はできた？ほら、あの人にこれの件で連絡してあっちでそれしてもらわなきゃ。お、あれの件って、お前が自分で連絡するって言ってたじゃないか。私連絡してないけど。そりゃ大変だ。俺が今から商店街までひとっ走りして話をつけてくれよ。ほんで、それって何の件だっけ。言ったじゃないか、あれの件だから、あの人に言っておいておくれよ。よろしく頼むよ。よし、ガッテン承知のつけていい。こんな調子で毎日家の中は大騒ぎ。おまけに私まで駆り出されちゃって。パニッコ、当日はあんたにも手伝ってもらうよ。なんせ人手が足りなくってね。せっかくの休日なのにお祭りの手伝いってすごく楽しそう。イシシ。こうして我が家は一丸となってお祭りに向けて準備をしていたのです。そんなある日、私と両親は町内会の打ち合わせに出席しました。いやー、パニコちゃん、すっかり大きくなってべっぴんさんになったね。商店街でせんべい屋を営んでいる野村さんには、小さい時からよく焼きたてのおせんべいを食べさせてもらいました。何代も続く老舗の野村さん、お祭りに欠かせないスタッフの一人なんです。他にも蕎麦屋のおじさんや花屋のお姉さん、惣菜屋のおばさんなど、昔からこの町に住んでいる人たちがみんなで協力し合って盛り上げようとしています。毎年開催されるこのお祭りは何十年も続いていて、町の人にとっては楽しみなイベントなの。でも私たちは野村さんからちょっと不安な話を聞きました。今日はみんなに聞いてもらいたいことがある。実は最近近隣の町内でイベント嵐が出てるって話だ。二人組のチンピラが難癖つけて脅してくるらしいから、もしそんな奴らを見かけたらすぐに教えてほしい。せっかくのお祭りをダメにさせるもんか。それを聞いた母はめちゃくちゃ怒っていました。イベント嵐とは世も末だね。せっかくみんなで楽しくやってるのに台無しにするなんて。そんなチンピラたち見かけたらただじゃわかないよ。私がああしてこうしてこうやって、そんでもってここをこうして粉々にしてやるってんだ。こわー、どこをどうするんだろう、粉々にって。でもね、うん、お母さんの言う通り、楽しいイベントに水を差すなんて許さないんだから。こうして私たちはお祭りを成功させるために一致団結して立ち向かうことを決意したんです。お祭り当日、頑張って準備をしたおかげでお祭りは大盛況。私もいろんな屋台のお手伝いをしたり、迷子の世話をしたりと大忙しです。とそこへ近所に住む武田のおばさんが血相を変えて飛び込んできました。大変よパニコちゃん。どうしたの？あっちの方でチンピラたちが暴れてて。さては例のイベント嵐たちね。わかったわおばさん、私に任せておいて。夕が早いか、私はおばさんが指さす方向へと走り出しました。するとお好み焼き屋台の前に人だかりが。ちょっとすみません、通してください。どうにか人垣をかき分けて屋台の前に出ていくと、そこにはいかにもな感じの若い男性が2人、そして店の前には見るも無残なお好み焼きの残骸がいくつも散乱していました。駄菓子、遠慮なく全部ぶちまけちゃいな。了解した兄貴。こんなクソまずいもん出しやがって、こんなんで金取ろうなんてふざけんなよ。
全部捨ててやっから、ありがたくお前や。その言葉にたかしって呼ばれた若い男は調子に乗り、売り物を次々と手にしては地面に叩きつけています。店番を任されていたのは花屋のお姉さん。ブルブルと震えてすっかり怯えてしまっています。目の前の展開に頭が追いつかない私でしたが、思わず大声で怒鳴っちゃいました。ちょっとあんたたち何やってるの、今すぐやめなさい。すると二人は私の方をギロリと睨みつけて、随分と威勢のいいお姉ちゃんじゃねえか、なんだこら、この小娘が何様のつもりじゃ。あっという間に二人に囲まれて、さすがの私もちょっとタジタジなって、二人とも身長は180センチ以上あって体格もいいし、よく見るとえらい迫力のある顔してるんです。私としたことがちょっとビビっちゃいました。でもここはしっかりと言わなきゃ。せっかくみんなが楽しんでるのに、こんな人たちに台無しにされるわけにはいかないもの。小娘だろうが何様だろうが、こんなことされて黙ってられないわよ。変な言いがかりをつけて食べ物を粗末に扱うなんて、お天道様が許さないわよ。よし、私頑張って言ったわ。でも二人は私の言葉になんか耳を傾けてくれませんでした。なんじゃと、この俺様に難癖つけるた、いい度胸じゃないか。小娘が何を偉そうに、ふざけんなよ。だいたい勝手に屋台なんか出しやがって、場所だよこせや。これ俺たちはパニコレ組だぞ。そうだぞ、泣っこも黙る、パニコレ組の組長の命令だ。さっさと場所代よこせや。二人はそう言うと、私に詰め寄り、私の腕をムンズと掴んできたんです。あまりの迫力に恐怖を感じた私は何も言い返せませんでした。ねえ、怖いよ。思わず涙目になった私。その時後ろから聞き慣れたいつもの声が聞こえたんです。あらあら、大の男が二人がかりで女性を落として、恥ずかしいとは思わないのかね。振り向くと、そこには母の姿が。なんだお前、ババアが何言ってんだこれ。母の登場で手が離れ、自由になった私は、お母さん、思わず母に抱きついてしまいました。はいはい、パニコったら後先考えずに飛び出していくんだから、正義感が強いのは私譲りだけど、無茶をするんじゃないよ。でも私が来たからにはもう安心だよ。ほんと、母が来たからにはこっちのもの、勇気凛凛百人力です。こいつらめ、母の恐ろしさ思い知るといいわ。あんたたち、うちのパニコに何してくれてんだい。まさかその汚い手でうちの子に触ったんじゃないだろうね。遠投によっちゃ容赦しないよ。これはもう誰も母を止められないよ。母の迫力にしびりそうな私をよそに、チンピラたちはまだ悪態をついています。ちびっこの後ババアだよ、うぜえ連中だな。だがお前、何でもいいからさっさと金払えよ。そうだぞ、払わないとどんな目に遭うか分かってんだろうな。そう言うと、二人は屋台をガンガンと蹴り壊し始めたんです。そこへ父が現れました。おっと、お兄さんたち、それはちょっとやりすぎだな。そう言うと、父はひょいひょいと二人を投げ飛ばしちゃいました。実は父は柔道の有段者、すんごく強いんですよ。おい、てめえ何してんだよ。許さねえ、絶対に許さねえぞ。後で吠え面書いても知らないからな。弱い犬ほどってやつね。お前ら、俺たちがパニコレ組だって知っててやってるのか。こんなことして組長が黙ってないからな。組長とか本気かな。さすがにこれはやばいんじゃない。不安になった私が両親の方を見ると、母はニヤニヤしていました。あら、あの子がそんな命令を。ほんとかね。どれ、確かめてみるわね。母はそう言うと、ポケットから携帯を取り出して電話をかけ始めました。もしもし、剣坊かい。実はさ、お宅の若い子がやんちゃしていてね。そう言って話し始めた母を見て、チンピラたちの顔色がどんどん青ざめていきました。ああ、そうかい。あ、やっぱりね。わかったよ。そう言って母は電話を切りました。ま
まさか本当に組長にかけたわけじゃないよな。剣坊って組長の健一さんじゃないですよね。泣く子も黙るって評判の狂犬健一さん。あら、そのまさかよ。あらあら、あの子ったら狂犬なんて呼ばれてるんだ。本当は虫も殺せないい子なのにね。隣でニヤついていた父が二人に教えてあげました。お前ら敵に回してはいけない人を出してしまったな。うちの母ちゃんはバニコレ組の組長が若い時に随分と面倒を見てやったんだよ。なんなら母親代わりみたいなもんだ。剣坊はうちの母ちゃんにゃ一生頭が上がらんって言ってんだ。あの子は私が200メートル先に行ってもぶっ飛んで走ってきて挨拶するからね。だいたいバニコレ組といえば地域貢献に尽力してる人情あふれた組だろうが、それをこんな恥さらしな脅しをかけるなんて。ああ、このドキュン二人終わったな。てかやっぱすごいね。母がそんな人と知り合いだったなんてちっとも知りませんでした。ちょっと、マジっすか。さっきのは冗談でした。ええ、そうですよ。あんな冗談ですよ。俺たち本当はただの通りすがりのモブでーす。で、二人ともいきなりヘラヘラ笑いでごまかし始めたんですけど。すみませんでした。そう叫んで逃げ出そうとした二人ですが、そうは問屋が下ろしませんよ。いつの間にか取り囲んでいた町内会の人たちががっちりと二人の首根っこを掴んでいます。とそこへ一人の男性が。姉さん、お騒がせして申し訳ありませんでした。あら、ケンボ、わざわざ来てくれたのかい。すまないね。皆さんお楽しみのところ、どうしようもねえ奴らがお邪魔したようだ。そう言って母に頭を下げた男の人の後ろにはずらっと黒服の男性たちが並んでいました。ケンボと呼ばれたその人こそパニコレ組の組長さん。さてと、最近牛の組の名を語って悪さしてるのはお前らか。そう言うと健一さんはギロリと二人のチンピラを睨みつけました。いや、申し訳ございません。許してください。ごめんなさい。許して。情けない声で謝る二人、黒服のお兄さんたちに引きずられてどこかへと連れ去られていきました。あらら、自業自得、因果応報ね。ざま。さあさ、邪魔者もいなくなったことだし続けようか。剣坊もよかったら楽しんでいっておくれよ。はい、じゃあ姉さんのお言葉に甘えてそうさせていただきます。ほらパニッコ、ぼっとしてないでさっさとお好み焼きを焼いておくれよ。あ、はい、任せといて。いししこうしてお祭りは無事に続けられ、みんな楽しい時間を過ごしたのでした。これは後から聞いた話なんですが、やんちゃで有名だった母は年を取ってからも地元の若い子たちから一目置かれる存在で、よく不良の子供たちの面倒を見ていたそうです。健一さんもそんな一人で、母はよく家に連れてきてご飯を食べさせたりしていたそうです。そういえば私が小さい時はいつも家の中には元気な若い子たちがたくさんいて一緒にご飯を食べたりしていたっけ。そのおかげで悪を倒して弱きを助けるパニコレ組は地域に貢献する人情あふれた善良な組織となり、この町の平和を守ってくれているんです。組って言ってるけどやってることはボランティアと慈善活動、老人ホームへの慰問とか清掃活動ばっかだし、まあ昔やんちゃだった人がトップだからネーミングセンスがちょっとね。えグループの名前でだいぶ勘違いされてるような気がしないでもないんだけど、まあいっか。その後ですが、あの日組の事務所に連れて行かれたチンピラ2人はこってりと油を絞られた後警察に突き出されたそうです。他の町でも散々同様のことをやっていたらしく、器物損壊、恐喝、脅迫などなどで逮捕されて、しばらくは塀の中で暮らすことになったみたい。我が家はというと、やっとお祭りも終わってのんびりとした日々が戻ってきました。あー、やっと終わったよ。パニジーとパニバったらこんな大変なことよく毎年やってるわね。あたしゃくたくただよ。あー、ほんとやっと終わったな。いやいや、こんな役目もこりごりだよ。来年はまたパニジーとパニバーに会ってもらわないとな。あれ、二人とも聞いてないの？パニジーたちアルゼンチン単語に夢中になっちゃって、単語のレッスンに通ってプロダンサーを目指してるみたいよ。最低でもあと1年は帰ってこないって。ええー、
おりゃ参ったね。ああ、本気か。ひしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。